は奪われたけど、それどころじゃないの。ライカーズ、急がないと。乗って。何があったの？組織的な攻撃を。外部の協力者がいるみたい。全ての独房棟が破られた。このままじゃじきにライカーズの囚人たちが五番街にあふれ出すわよ。ラフトは無事？そっちは無事。セキュリティも厳重だし、送電網も別になってるの。よかった。デビルズブレスは？セーブルに任せる。信用するの？他に選択肢ある？まずい。シートベルト締めたな。
んとか事態は収拾できたみたいね。ラストは平気だって言ってなかった？そのはず。行くわよ。見た目ほどひどくはないのかも。ポジティブ大好き。でも経験上見た目よりひどいんだよね。危ない！ユリ！落ちる！頑張って！平気？ええ。パーティーへようこそ。お待ちかね、花火大会の始まりだ。おいてめえら仮殺人みたいだね。エレクトロがみんな逃がしてる。私はメイン制御室に行って状況を確かめてくる。了解。じゃあ僕はパーティーへ。みんな頼むからさ、静かに檻に戻って鍵かけてくれない？ね、頼むよ。8年で刑務所送りにした悪党だったの。飛んで火にいるバカな雲か。スコーピオン、少し待っててくれる？今電話中なんだよね。電波が切れたみたい。平気？あんまり。エレクトロにライノに、今度はスコーピオンが逃げ出した。この刑務所どうなってんの？カメラはもうすぐ復旧するはず。また連絡する。オッケー、僕はエレクトロを追う。二度と無職を取らない。死にたいようだ。地べたに下ろせ。俺の力。追いかけっこ好きだったろ？
オーケー、監視カメラは復旧させたわよ。どんな感じ？そう、ダストに収容されてた囚人全員が脱走したってとこ。マーティン・リーも含めてね。つまりあなたの天敵が5人も逃げ出したってこと。一瞬本気で言ってるのかと思った。私は本気よ。行かないと、囚人が街に向かってる。なんと裁きた。気に入った？決まってる。どこで手に入れた？会員制クラブだよ。ことは分かっているな。成功した暁には礼を弾んでやる。行け。あそこ。ありだのう、化けの皮を剥いでやる。
がバイオテロ攻撃のニュースをお伝えします。現時点で感染者の数は50万人に到達しようとしています。平気よ。解毒剤について今のところ NDC から新たな情報はありませんが、24時間体制で治療薬の開発に取り組んでいます。セーブルインターナショナルが市内全域に隔離体制を敷いて各地で厳重な警戒措置を維持しています。街中では警察とセーブルの部隊が脱獄囚と戦闘を繰り広げています。一方でオズボーン市長はこの脱獄事件と病気の蔓延はスパイダーマンに責任があると公言し逃亡したと非難しています。ですが確かな証拠のない中、疫病の発生源がこのマンハッタンにあるオズコープ所有の極秘研究所だということが本市の独占レポートで明かされてからというもの、スパイダーマンへの責任転嫁だと囁かれています。市長は疫病対策センターとともに今すぐ消せていると主張していますが、それに関する証拠は未だに提供されていません。オクタビアス博士、なぜ僕のせいだ。病院から連絡があった。無断で出てったんですって。町を救わないと。まだ14本も骨折してるって医者が言ってたわよ。192本は骨折してないってことだろ。助けてくれてありがとう。セーブルにバレるかと思ってヒヤヒヤした。あなたは今や第一ターゲットらしいから。僕って本当人気者。ニューヨークはどうなっちゃうんだ。さあね、世界の終わり。